全寺峰寺は、高知県南国市にある新言宗豊山派の寺院。八王山、旧門寺院と交する。本尊は十一面関世音菩薩。四国八十八箇所霊場の第三十二番札所。本尊新言、音魔かキャロにキャッソワか護衛か、静かなる我が源の全寺峰寺浮かぶ心は、法の早船事伝によれば、聖武天皇の勅命を受けた行記が、 海上安全を祈願して、道右を建立したのを起源とし、空海はここを霊地と監督し、国造九門寺法のご摩を、手法、十一面関税音菩薩を刻んで本尊として、祭り、山の姿がふだらくさんの八葉の連代に似ている、ことから八葉山、九門寺法を修したことから、九門寺院全寺峰寺と寺名を定めたという。本尊は、 船玉の観音と呼ばれ、古くから漁師たちの信仰を集め、また、土佐藩主、山内和豊以来、歴代藩主の信仰を受けており、参勤交代で、浦戸湾を出港する際には、航海の無事を祈願したという。ミネデラ不動明王六から山道を登っていくと右に、栗、農協所への分岐を過ぎると、長図場があり、山門に至る。山と脇には、不動明王像が立つ。 さらに石段を登ると右手に手狼があり正面奥に本堂が立つ。本堂左手に大志道があり、その左には地蔵堂、阿弥陀堂がある。山上からは土佐湾が一望できる。地元では峰寺と呼ばれることが多く、人によっては全寺峰寺という名称が通じない場合もある。道路標識も峰寺と表示されていることが多い。岩屋寺観の運動。 ありがとうございます。